西船橋駅。西船橋駅は、千葉県船橋市西船4丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、東洋高速鉄道の駅である。当駅は、3社5路線が乗り入れている、千葉県内での主要駅の一つであり、乗り換え客が多いことから混雑する駅となっている。利用客数も全ての路線を合計すると、 千葉県の駅では、最も多く、JR 線だけでも船橋駅に次いで2位である。当駅には、本来、中山競馬場の利用者への交通の利便を、図るという役割があった。その後、北隣に、武蔵野線の船橋方店駅が開業してからはその、役割が低下したが、その後も、競馬開催日などに、北口から、京成バスによる、臨時シャトルバスが、 中山競馬場まで運行されている。武蔵野線の中では最大の乗り換え駅でもある。当駅は通称として西船と表現される。この名前が定着したことから1966年から1967年にかけて行われた駅周辺の住居表示実施により西船という町名が誕生した。東京メトロの駅の中では最東端で 都営地下鉄も含めた東京の地下鉄全体でも最東端に位置する。JR 東日本の各線、工術、東京メトロの東西線、東洋高速鉄道の東洋高速線の3社の路線が乗り入れている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、総武本線、武蔵野線、京葉線、高谷市線、二俣市線であり、このうち、 総武本線を当駅の所属線としている。総武本線に関しては観光線を走る、中央、総武線各駅停車のみが停車する。武蔵野線は当駅を終点としているが、京葉線両支線との間で、相互直通運転が行われている。京葉線については、当駅が高谷支線の終点、二股支線の起点となっている。駅番号は、総武線と武蔵野線で、 それぞれ JB30 と JM10 が付与されており、京葉線には付与されていない。一方、東京メトロ、東洋高速鉄道の駅には、それぞれ T23、TR01 の駅番号が付与されている。地下鉄東西線は当駅が終点であるが、当駅を起点とする東洋高速線、及び JR 総武線各駅停車。 平日は左右ラッシュ時のみとの相互直通運転を行っている。東西線と総武線を直通する電車については、この東京メトロの駅に発着する。JR 総武本線快速線、総武快速線は、当駅を通過し、ホームも設けられていない。1991年、平成3年10月の千葉県議会で、県側が、 総武快速の西船停車は困難と答弁し、2007年、平成19年、第2回船橋市議会定例会において、市の企画部長が、千葉県や沿線の市町村が、JR 側に対して、西船橋駅での総武快速線の停車を要望していると答弁したが、現在でも、JR 東日本側に快速ホーム設置用地は存在するものの、 設置に関する動きは見られない。京城駅舎を有し、南北を連絡する自由通路が設置されている。北口にはエレベーターとエスカレーター、南口にはエスカレーターが設置されていて、2012年9月よりエレベーター設置工事が開始れ、2013年3月31日より、使用が開始された。改札内コンコースマイナスホーム間にもエスカレーターと、 エレベーターが設置されている。改札口は JR 東日本単独と東京メトロ、東洋高速鉄道との間で分離されている。東京メトロ、東洋高速鉄道は校内を共有する共同使用駅であるが、東京メトロが全面的に駅を管轄している。JR 東日本の改札口は自由通路の北口側。 東京メトロ、東洋高速鉄道の改札口は南口側にそれぞれ設置されている。他の共用駅では平地されていることが多い。自動券売機は JR 東日本のそれと東京メトロ、東洋高速鉄道のそれとが別々の場所に設置されている。駅舎は総武本線福々線化工事及び東西線を延伸の際に新設されたものである。旧駅舎は北口の 現快側線直上の売店などがある一角で、改修前写真を参考。京城駅舎としては、西川口駅などと共に最初期のものに当たる。また、駅の看板は、北口が JR 東日本、南口が東京メトロによって制作されている。1階には JR 総武線、東京メトロ東西線、東洋高速線のホーム、2階には改札や、 コンコースなどの駅設備、3階には JR 武蔵野線、京葉線のホームがそれぞれある。南側のホーム、5から8番線では、東京メトロの社員が配置され、案内サインや発車表も東京メトロ仕様になっており、売店、自動販売機、トイレも個別にある。トイレの看板、時刻表、乗り換え案内などのサインは、旧国鉄の様式を使用していたが、 東京メトロ移行後に、順次審査員に変更され、他の東京メトロの駅で見られる、路線図に加えて、東駅独自の東西線、東洋高速線の停車駅案内図も設置されている。ただし、東京メトロの時刻表は更新以前から改札外に、営団地下鉄、東京メトロ政策のものが掲示されている。また、改札口及び生産機の管理、東駅発着の東京メトロ、 東洋高速鉄道線の時期定期券販売は JR 東日本が引き続き行っている。東京メトロの多機能券売機では継続定期券のみ購入可能。2007年3月17日までは三車共用で一つの改札口を使用しており、JR 東京メトロ共用駅の中野駅と同様に自動改札機と自動生産機は JR 東日本のものを設置していた。 しかし、翌18日より、東京メトロと東洋高速鉄道でスイカと、相互利用可能とした、パスを導入するにあたり、新たに、東京メトロ、東洋高速鉄道、JR 総武線、地下鉄東西線との直通電車のみ、の改札と、JR、東京メトロ、東洋高速鉄道、JR 総武線、地下鉄東西線との直通電車のみ、の連絡改札口、 自動生産機、乗り継ぎ用を含むが設置された。なお、新たに設置された自動改札機は、上のサインが東京メトロ仕様になっているものの、機械自体は JR のものを使用しているため、IC 乗車券の読み取り部も JR 仕様のスイカを触れてくださいなっている。東京メトロ線、東洋高速線の自動券売機も北側に移転し、運賃表も更新された。なお、 南側にあった切符売り場上にある運賃表は以前国鉄 JR 東日本が制作していたが移転時に東京メトロ制作のものに置き換えたほか入り口サインや階段前のホームサインが新たに設置されたただし2007年3月時点では方面サインや駅名表は営団時代のまま損置していたが2008年9月に審査員へ更新されたまた それ以降もトイレの看板や時刻表、乗り換え案内の標識が JR 東日本様式のものになっていたが、2009年初頭に東京メトロ様式へ更新された。2000年代前半に西船橋駅コスモスプランが実行された際に積極的に駅構内の改良が行われ、その一環として2005年に商業施設、駅中、寺西船橋、 ペリエ西船橋が2.3回開業し、書店、立ち食いそば、喫茶店などの設備が整っている。その後、東京地下鉄側には、ミニープラ西船橋、西船橋メトロピアが開業した。これにより、従前の古びた駅の風景と、改装された明るい雰囲気になった新しい駅の風景が同居しているというかなり特殊な構図の駅となった。総武線は、 島式2面3線を有する地上ホームである。ただし東京メトロ東西線直通列車は地下鉄ホーム発着である。武蔵野線と京葉線は島式2面4線の高架ホームで、地上ホームとはホーム上の総武線船橋駅寄りの位置でほぼ直角に交差する。1から4番線を総武線が、9から12番線を武蔵野線、京葉線が使用する。 2.3番線は線路を共用している。京葉線は案内ではラインカラーである赤を用いている。当駅停車の京葉線車両は一部を除き、定期運用ではオレンジ色の車両、武蔵野線直通用による運用が中心となっている。緑の窓口と指定席券売機は自由通路、北口側に設置されている。出店、JR 東日本。 駅構内図、東西線、JR 総武線、地下鉄東西線直通と東洋高速線は、島式2面4線を有する地上ホームである。5から8番線を使用する。東京メトロと東洋高速鉄道の共同使用駅で、東京メトロの管轄駅である。東京メトロ線と東洋高速線の定期券は、JR が販売を代行しているため、 当駅発着のもののみ購入が可能である。また、当駅発着、JR 東日本線との連絡定期券でないの、東京メトロ線、東洋高速線の新規定期券は、時期券のみ発見可能である。これはどちらも東西線の生誕駅で、JR 東日本と共同使用している中野も同様である。なお、東京メトロ側には、多機能発売機、 東京メトロ管理が設置されているが、新規定期券の購入と東京メトロツーミー、カードによるメトロポイントのサービス利用はできない。もともとは、現在の JR 総武線、東西線、東洋高速線自動改札機の右隣に、東洋高速線専用の自動券売機コーナーがあり、現金専用の旧式の自動券売機5台と、受付窓口があった。現在は、 東京メトロの方に2台が移転されたが、すべて JR 東日本のものと同じタイプで、かつ現金専用であり、パスもスイカに対応している自動券売機がない。パスネットも対応していなかった。ちなみに、他の東洋高速線の駅には、パスネット対応終了、パスもスイカ対応の新式の自動券売機は設置されている。なお、移転元の切符売り場は撤去され、 2008年9月に、そばどころメトロイオなどの店舗が営業を開始している。2007年3月18日のスイカパスも、総合利用開始に合わせて改札口の分割工事が行われ、東京メトロ線、東洋高速線にも自動改札機を設置し、同時に JR 線と東京メトロ線、東洋高速線、JR 総武線、東京メトロ東西線直通の 連絡改札口が設置された。また、下宇佐中山、原木中山よりと船橋、東海上よりの乗り換え用湖線橋にも連絡改札口が新設された。これにより、当駅から中野方面へ向かう場合や中野方面から当駅に向かう場合、JR 線経由か、東京メトロ線経由かを区別できるようになった。下宇佐中山、原木中山よりの乗り換え用湖線橋は、 連絡改札口新設以降、6時から10時と16時から23時のみ、利用可能となっている。なお、東京メトロ線、東洋高速線、JR 総武線、東西線直通の改札から交通系、IC カードの SF 利用で入場し、他社と改札内を共有していない、JR 東日本の駅、船橋駅などで出場した場合、 西船橋から JR 東日本線単独で利用した場合と東京メトロ線を経由し中野、または北千住で乗り換えた場合の運賃を比較しやすい方が出場駅で引き落とされる。また、東京メトロ線、東洋高速線、JR 総武線、東西線直通の自動改札は JR 東日本線単独の切符、西船橋津田沼経由。 船橋などでは入場できないのでそのような切符で JR 総武線、東西直通を利用する場合は、有人改札を通る必要がある、交通系、IC カードを利用する場合は可能。2017年現在の使用発車メロディー。1から4番線は東洋メディアリンクス。5から8番線は東京メトロ、東洋高速鉄道。9から12番線は 桜音楽工房それぞれ監修である。東京メトロ、東洋高速鉄道の乗降人員は直通人員を含む。2014年度の三者合計乗降人員は約65万人であり、年間に直すと約2億3700万人。これは千葉県内で最も多い。近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通りである JR 東洋高速鉄道は除く。開業以後の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。北へ、徒歩5から6分のところに、京成本線の京成西線駅がある。ただし、JR と京成の乗り換えは、船橋駅、京成船橋駅の方が多く利用される。武蔵野線開業前は、中山競馬場への最寄り駅だったため、 近隣駅と比較して飲食店や風俗店が多い。日雇い労働者が多く集まる駅としても知られており、駅周辺には多い時で1000人ほどが集まることもあった。駐輪場不足が問題となっている。南口にバスロータリーがなく、企業などの送迎バスは少し離れた大通りを発着場所としており、こちらの再開発も考えられてはいる。駅前ロータリーから、 以下の路線が、京成バス、京成バスシステム、千葉レインボーバス、京成トランジットバス、成田空港交通などにより運行されている。また、中山競馬場において、レースなどが開催される際には、当駅から、臨時の競馬場行バスが一番乗り場付近から、発車する。ドコモショップ西船橋店前、南口から約200メートルにバス停があり、下記の路線が運行されている。 また同所には、原木、二股新町方面に向かう JBS バスのバス停も、あるが、特定輸送路線のため一般客は利用できない。この路線は、原木地区に2003年まであった、東京エアカゴシティターミナルへの通勤客用の、限定乗り合い路線として、ターミナルの関連会社、原木ターミナルサービスが運行していたもの。限定乗り合い路線のため、 一般利用者の根性も認められていた。2003年に同社が解散後は、旧ターミナル付近の企業による管理組合が、ジャパンビジネスサービス、JBS に運行を委託して、路線を継ぎしたが、2005年5月20日をもって、一般利用者の根性取扱いを終了し、通勤客の送迎専用となって、現在に至る。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。